ドリちゃん、ドリちゃん。ほら。ドリちゃん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 。はい、どうも、うなぎです。こんにちは。実は、今日から、ひろくんから、挑戦状が届いておりまして、この動画を見てくれと、一つの動画が送られてきました。ということで、久しぶりに、風呂に入った、久しぶりに風呂に入った、違うな。なにこれ？なにこれ？絵が面白いんだよな。なんで裸でパンツ一丁なんだろうね。靴は履いとるんよ。だからなのに。靴だけ履いとるんよ、ヒレオの靴は。いや、これ再生数怖いな。これ怖くない？これ再生数怖いんだけど。いっか。じゃあ行くよ。せーの。皆さん、こんにちは。ヒレオさんチャンネルです。今日は、スプラトゥーン実況者で、スプラ大好き人間のうなぎさんなら、映像を見ただけで、どのステージか簡単に当てられるはずという企画を思いついたので、やっていきましょう。僕が今から流す動画のステージがどこなのか当ててもらいます。視聴者の皆さんも一緒に考えてみてください。もしも不正解の場合はうなチャンネルは僕がいただきます。なんで？なんでここはどこだ？ここバスケしてる。あ、ここ、あ、ちょっと、名前、待って、あ、危ねえ、終わってるかと思った。名前が出てこない、なんだっけ。ここは、あ、わかった。行ってみようかな。アジフライスタジアム。俺は、わかりました。多分、アジフライスタジアムだと。あ、やった当たった。みんなは正解したかな？みんなどうでしたか？もちろん正解してますよね。うん。では、次行ってみよう。ちゃんとわかった。にゃー。ここはどこだ？ここはね、あ、俺わかるよ、ここ。あ、まだ言わない方がいいかな。みんなも考えてみてください。俺わかったよ。もう一度見てみよう。これガチホコで撮ってるよね。ホコのマークがあるよね。ここはですね、いいのかな？どこで言えばいいのかな？わかった！モンガラキャンプ場。正解はモンガラキャンプ場。お、やった！みんな、これはわかったよね？俺やん。ここはどこだ？俺やん、それ。今、顔出てきたの俺やん。ああ、ちょっと名前が出てこない。名前がステージでしょ。あ、わかった。でれれ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 れ、わかった。チョウザメ造船。正解は、はい、チョウザメ造船。チョウザメ造船、オッケー。当たった。いやだ、顔がひれおないよ、それ。ここはどこだ？ちょこちょこなんか挟んでくるな、そういう。この BGM、いいよね。ここは、うん、わかった。俺わかる、わかる、わかる、わかる。ここはあそこでしょ？プールあるとこでしょ？行きますよ。ホテルニューオートロ。あ、まだだ。まだだ。あ、ホテルニューオートロおめでとうございます。やった！みんなは何問正解したかな？もちろん、全問正解ですよね。それでは、エンディング。僕が作詞作曲した、ここはどこ？僕は誰？を聞いてお別れしたいと思います。
ここはどこ？ありがとうございました。僕は彼。全部ヒレオさんじゃん。ここはどこどこ、僕は誰？ここはどこどこ、僕は誰？みんなどこへ行っちゃったの？僕の近くに来てください。あーあー、ここはどこ？ここはどこどこ、僕は誰？イエーイイエーイ、ポッポッポー、ピポパポ、ピポパポ、ピッピのピー。ロマンスの神様、この人でしょうか、にゃん。